いただきます。うわっ、うん、うまっ。うん、おいしい。やっていきます。意外とうまそうでしょ。はい、皆さんどうもこんにちは。ちょっと今日しか時間がなかったんで、北海道フェアでチートデイをしようと思ってます。なんか飯が結構売ってるらしいんだけど、代々木公園だね、代々木公園。クソほど暑い、クソがつくほど暑い。たらこ、たらこだ、ホッケの開きだって。うわ、ここ熱っ。すごい。皆さん、はい、あ、で、そう、宣伝してくれるの？してますよ、絶賛してます。あ、絶賛絶賛絶賛がしてる。チーズ大福、チーズ大福いただこうかな。じゃあまた後で行きます。ちょっと来たばっかなんで、はい、回ってきますね。はい、やっぱ北海道といえば海鮮丼な感じはするけどな。今食えるものなんか探そう。とりあえずちょっと今日何も食ってないから、一旦腹ごしらえをしないといけない。いや、これいただこうかな。チーズ芋餅、チーズ芋餅もらっていいですか？ありがとうございます。すいません、1万円なんですけど。はい、すいません。お願いします。ありがとうございます。マジうまそう。はい、じゃあチーズ芋餅こちらですね。お待たせしました。いただきます。ありがとうございます。おい、今日の1食目いただきます。チーズ芋餅から今日の北海道フェアはスタート。うわ、久々のチートデイ。まあ今日消費しちゃおうと。土日はね、多分ね、地獄とかつくわ。平日の昼までこの組用だから、土日はちょっと配信とかできなくなっちゃうから。どんどん行きましょう。ちょっとしじみラーメン買っていこうかな。しじみラーメン。いただきましょうか。もらってきた。幸せすぎる。やばい。一個がこれ。秋鮭の白子バター。これ。秋鮭の白子バターとしじみラーメンです。まずは白子からいただきます。いただきます。うわ。うまっ。もちもちなんだ、すげえ。うんめー、バターがめっちゃ効いてる。うんまっ。白子って食感が独特だよね。ラーメンもじゃおうか。めっちゃあっさりしてる。あー、幸せすぎる。うまっ。あー、やばい、機械が熱いぞこれ。配信終わりはオーバーヒートでおるかもしんないわ。で、ここがさっき食べたしじみラーメンの店。匂いがちげえな、もうそそるに。お、あるね。日本七大焼き鳥、三浦焼き鳥かな、もつだって。
すいません、ビバイ焼き鳥1本ください。あとハスカット炭酸水もお願いします。ワンポイントになります。はい、スタンミさんですか。そうですよ。あ、こんにちは。こんにちは。いつも視聴します。本ですか。どうもどうも。実行委員会じゃねえか。あ、そうそう。ちょっと今ちょうど今始まったところに見かけたんで。コツとかじゃないんだ。元からいたんだ。そうそう、たまたま。たまたまね。ありがとうございます。はい。応援してます。はい、またね。ありがとうございます。あ、つマジで。で、今もらってきたのが。入れた？はい。通ってる。美味しそう。取ってます。ハスカップ炭酸水と、もつ煮、もつの焼き鳥、ほら部位がいっぱい入ってる。うまいうまい。うわ、え、味濃ゆ、果肉も入ってるわ。どうやって取ったの。あー、幸せ。なんだこれ、やばすぎ。俺が思った以上にうまいわ。もうちょっと味が薄い、甘ったるい感じかと思ったけど、ちゃんと果肉が入ってて酸っぱい。ハスカップってこんなんなんだな。うめえ。幸福度が高い。さあどんどん行きましょうか。またゴミを捨てていきます。入れてて。おるな。トマトジュース、赤ずきんちゃん、飲んでみていいですか。いただきます。はい、うん、うん、美味しい。ありがとうございます。前見えてねえんだ。ちょっとここら辺も見ていきますかね。あ、酒とばあるじゃん。酒とばもらっていいですか。はい、酒とば買いたいなと思って来たんですよ。食べるの柔らかいです。本当ですか。よかった。楽しみだ。ここで開けてビール飲んできます。ありがとうございます。というわけで酒とば確保、酒とばを確保したので、ちょっとお酒探そうかね。ちょっと順次に見ていこうか。まず買う前に、ここはしっかりの海鮮丼だね。見て、特選カニ丼1000円だって。ほら、海鮮漬け丼1000円。安くない？あのボリューム1000円なの？これ、ザンギ？何これ？唐揚げっぽい。有名なの。ザンギって言うんだ。あ、来ました。あれですね、俺もこのイメージがあるわ。ジンギスカン。ジンギスカンです。ここは幸せは生ソーセージ。うわー、来ましたね。ここでちょっとビール一口飲んでから回ろうかな。よいしょ。いただきます。あ、うんま。うん、柔らかいわ。確かに竹とばってもうちょっと噛み切るとき頑固な感じがするんだけど、すぐ噛み切れる。うん、確かにさ、今日危ないから本当に。これうちのカバンで。うわー、竹とばマジうめえ。ほらそんな感じ。なんかあっちで出し物もやってるっぽいな。ちょっと見に行くか。スタミさんですか。あ、そうですよ。え、写真とかだ。いいよ、撮ろう撮ろう撮ろう。じゃあここ真ん中だからちょっと行こうと。はい、自分あれなんですよ、はい、企画出た。えつかさん、どうも。あ、どうも。どうも。いいですか。いいですか。やばー。やばー。こよー。撮りましょう。え、企画やってるんですか。あ、違う、はい、スタさんのダイエットの。あー、そっちの学者で。なるほどね。名前は言えないけどね。あ、そう、名前は言えないんで、ね、はいはい、順調ですか。じゃあ俺も今誰かわからないけど、いや、順調じゃないって言って言った人ね。はいはい、分かった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 。まあでもゆっくりゆっくりよ、脂質制限は。あとお前こんなところで食うな。食うつもりなくて。海鮮丼はどうしても食って帰りたいらしい。
まあいいんじゃない、海鮮丼はいいって言ってるからな。いただきます。おお、濃ゆ。あー、染み渡る。鼻まで抜けるさ、ミルクの香りがするソフトクリームってあるやん、ね、まさにそれ。じゃあいただきます。ウニから。うわ、極上特濃。うわ、すごっ。奥のカニ味噌もいただきます。これね、香りがすごいわ。香りがすごい。ああ。あのね、ピザが信じらんないぐらい熱い。これマジでダメ。触れないぐらい熱いもん。まあ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 、楽しんだでしょう。というわけで、今日のスタミジャパンの外配信はこれにて終わり。場所は代々木、北海道フェスからお送りいたしました。というわけで、満喫させていただきました皆さん。お疲れ様でした。さようなら。